どうもこんばんは、りゅうと言います。YouTube いつぶりですか？で、4ヶ月前ですね、最後アップしたんが。はい、お久しぶりです。ちょっとね、まあいろいろ忙しくて、まあなかなかちょっと釣りもあんまり行けてなくて、まあ釣れてない、まあいいやまあまあとりあえず、はい、久しぶりの動画ということで、 YouTube はエブリィワゴンで釣りとか、まあ、キャンプとか、まあ、車中泊っていうのをするっていうのが、まあ割とメインのチャンネルなんですけども、これ見てもらって分かる通り、ちょっと車がね、ホンダなんですよ。これホンダの ZR-V っていう車を新車で購入したんで、まだ見えるかな、これまだ走行180キロですね、182キロ。はい、ちょっとエアコンの音うるさいな。はい、まだね1週間経ってないぐらいなんですよ。で、まあ、この車、じゃあエブリワゴンから乗り換えたんかっていうと、そうではなくて、もう一台うちボクシーがあって、それがねもう本当にボロボロで、前のねバンパーとかもね割れて外れそうになってんの、テープで固定してとかっていうぐらい、ほんまボロボロ。新車で買って多分12、3年ぐらい、もうちょっと経ってるかもしれんなっていうぐらいのやつやったんですけど、とうとう、まあもうそれぐらいになって、もう今度8月に車検なんで、もうさすがにこれを、まあ、基本的にうちの嫁さんが仕事とかに乗っていってる車なんですけど、ちょっとこれで仕事乗っていくの恥ずかしいということで乗り換えました。はい。で、まあこの ZR-V、一応ね、車中泊、この車で僕でも車中泊できるっていうのをね、事前に、ちゃんと身をもって、ディーラーとかで確認した上で買ってるんで、まあこれでの車中泊っていうのも取っていったりとかしていきたいと思ってます。はい。うちの嫁さんに借りてね。で、今回は、この ZR-V 自体のレビューではなく、まあ、このナビなんですよ。まあ、これ、まあ、僕の動画なんですけども、僕のね、エブリィワゴンね、これ3年前の動画なんですけど、カーナビで Amazon Fire TV や YouTube を楽しもうっていう風に、まあ、こういう動画を出してるんですよ。エブリィワゴンの方に、カロッツェリアのサイバーナビ取り付けてて、それが月無制限で使える車内 Wi-Fi が、まあ、つけることができて、 HDMI 入力があるんで、 Amazon の Fire Stick 挿して、まあこういう風に家のテレビと同じように、YouTube 見たりとかっていうのができるっていう風に、まあこれがね、もうとにかくもうこれのおかげで、もうエブリィワゴンライフが成り立ってると言ってもいいぐらい、もう重要なアイテムなんですよ。で、ほらうちの嫁さんも一緒で、まあ助手席、一緒に行った助手席でこう見てたりとかするんですけども、で、新しい、まあこの車、ホンダの、ZR-V を購入して、同じようにこのナビで YouTube とかを見たいと。ただ、これが見れないんですよ。まあ、なぜ見れないかというと、まあ、単純に HDMI 出力がないと。なので、Fire Stick をつけることができない。で、ナビとかに YouTube が内蔵されてるかって言ったら内蔵されてないし、されてたとしてもおそらく運転中は多分画面映せないようになってると思うんですよ。テレビも見れないじゃないですか。はい。もうテレビなんかどうでもいいんですけど、YouTube 見れないっていう風にされると結局意味ないんで、なので、この ZR-V を買う際に、ナビなしが良かったんですけども、これもう、グレードが、ハイブリッドの Z って、まあ、一番上のグレードなんですよ、これ。で、それはもう、標準なんですよ、これが。カーナビレスで、サイバーナビを取り付けたかったんですよ。本当はね。まあ、ただそれができないと。じゃあどうしたらええかなというのはいろいろ探してたんですよ。で、その iPhone と
無線で Bluetooth つないでカープレイってあるじゃないですか。あれも音楽しか無理、動画無理なんで、 YouTube とか無理なんで、まあそれは無理と。でいろいろこう探してたら、一つねあったのがこのオッドキャストっていう、まあ一番有名なのがオッドキャストっていうのがあるんですけども、まあ要するに Android 端末をUSB 接続して Android Auto でこうナビをタブレット化するみたいな、まあそういうのがあるんですね。なるほど、それやって USB で接続するだけで、そういうなんか変にいじったりとか、まあそういうのもせず YouTube が見れると、まあ今この出てる画面みたいにできると、まあそういうものがあるということで、いろいろまあ検討した結果、購入したのがね、カーリンキットティーボックスアンビエントっていうものなんですよ。まあ、実物ね、ものはこれなんですよ、これ。で、これ。ちっちゃいで軽いこいつ。まあ、これがそのものなんですけど、まあ、要するに画面のないスマートフォンだと思っててください。で、それをこれで USB で、ここがナビと接続するその通信用の USB なんで、これをここに映し出すと、画面ここにっていう代物なんですよ。はい、今回これのレビューをしたいなと思って、まあAndroid 端末なんで、もちろん YouTube だけじゃなしにこう Google マップ使えたり、まあ Chrome やったりとか、あとは Netflix とか Unext、 これ僕後付けでアプリ取って、もちろんアプリ取ることもできるんですよ。Unext も見れるんで、っていう代物です。で、オッドキャストっていうのが一番まあメジャーなもの、有名なものなんですよ、こういうこの界隈では。で、僕はなぜこれにこのしたかというと、オッドキャストの、まあ、一番いいやつって、定価で6万ぐらいするんですよ。で、まあそれがアンドロイドのスマートフォンで言えばミドルレンジぐらいの、まあ、CPU 積んでて、で、まあ、HDMI 出力ができると。要するに、ナビ画面だけじゃなしに、後ろに例えばアルファードとかやったら後ろにモニターつけたりとかしてるたりもあるじゃないですか、ヘッドレストにつけたり、そっちにも出力ができるみたいな、まあ、そういうのがついてると。まあけど僕それいらないんで、で値段も高いんで、でいろいろ探した、同じぐらいの性能、 CPU も同じぐらいの、そのミドルレンジぐらい、スマートフォンで言えばミドルレンジぐらいでのやつで2万3000ぐらいで、半額ぐらいで買えたんですよ。オッドキャストの一番いいやつは定価6万ぐらいで、実売4万円ちょっとぐらいなんですよ。だから半額近くで、半額ぐらいか、それでまあ同じぐらいの性能ということで、まあちょっとほんじゃ、いろいろ調べたりとかしてたら、まあ、評判も悪くなかったんで、これにしました。取り付けてめちゃめちゃ簡単なんですよ。もう、これで線、USB で繋いだだけでもう自動的に認識して、もう、これナビ画面で言うと、この Apple CarPlay、ここで、要するにこれを押すと、この画面になるんで、もうつなぐだけです。何もセッティングとかなかったです。もうつないだだけ、ナビとこの機器をつなぐだけで、まあ YouTube が見れるようにはなるけども、 YouTube を見れるとは言ってないですよ。はい、意味わからんけど、まあ要するに今でいうギガが必要じゃないですか、電波が。このスマートフォンと自分のスマートフォンでテザリングで、これとテザリングをするか、もしくは、ここ、SIM カードさせるんで、ここにね、SIM カードさせるんで、SIM カードをさして、もう、こいつ専用で、そういうモバイル通信のものを入れるか。僕はね、SIM カード入れてます。もう、これ専用に、とりあえずは、一応ね、暫定的にですけども、これ用にしてます。はい。で、これも、もう簡単に入れただけ。もう、挿しただけでも、普通にもう通信、もうこうやってできるように。なりました。で、まあ、じゃあどうなんかと、これの使い勝手。一回ね、こう起動見ましょうか、起動。
一回これエンジン切りますね。はい、エンジン切った。はい、エンジン切りました。エンジンかけますね。じゃあ起動どんな感じか見ましょうか。はい、これエンジンつきました。もうノーカットで映しますね。ETC カードを確認しました。何も触ってないですよ。全く何も触ってないですよ。はい、自動で、これが今このカーリンキットのあの、起動画面なんですよ。はい、自動でここまで来て、ほんでまだ行きますからね。はい。自動で YouTube の画面になると。はい、ここまで自動で行きます、もう。起動し、あの、エンジンつけたら。まあ、あの、さっきの画面、この画面までは、まあ、普通、別に、必ず YouTube を見るとは限らんかったら、この画面でもいいんですけども、設定でね、変えれるんですよ。これ、起動画面っていうのを、これで起動アプリケーションっていうのを、これ、まあ、YouTube にしてるんで、起動したら自動的に YouTube をもう、表示させるっていう風にしてるんで、なので、この画面まで行きます、自動的に。で、好きなものを見ると。はい。まあ、そういう感じになります。もう自動でここまで行くんで。まあ、ちょっとね、時間かかる30秒ぐらい。エンジン、プッシュしてから30秒ぐらいか。やったんですけど、まあ、ちょっと時間かかるかなと思ってるかもしれないですけど、あの、ファイヤースティックも一緒ぐらいですから。まあ、だから、起動に関してはストレスは全くないと思います。で、Amazon の Fire Stick との大きな違い。これはタッチパネルで操作できるっていうところ。大きな違いは。Amazon の Fire Stick は、リモコンでカチ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 ってあの操作が必要やったんですよ。あのナビのタッチパネルは効かなかったんですよ。ただこれはタッチパネルで操作できるっていうのは一つ大きいところだと思います。なので、タッチパネルに対応してないナビの方は注意が必要です。例えば、ま、いろいろレビューとか見てると、マツダ車 CX60 とか、すごい上のグレード、上の車格のやつとかでも、あれタッチパネル効かないらしいんですよね。なんかこのコマンダーかなんかで操作、ここの、するみたいな。まあ、めちゃめちゃ不便なんで。操作感、ちょっと前のミドルレンジぐらいのスマホぐらい、本当にこう、サクサクではないです。ぶっちゃけ。このタッチの感じが、もうほんまにちょっと前のアンドロイドやなっていう感じ。で、戻るとかもね、これフリックとかこうないんですよ。で、じゃあこれ戻、まあ、こういう風に戻るボタンがついてたらここで戻れるんですけども、戻るボタンとかがない、アプリとか画面の場合、どうするかって言うと、一回ちょっとポンと触って、ほんで、この丸いこのフローティングのこのボタン出るんで、これで、ここの戻るみたいな。こういう風にしたら、1ページ前に戻ったりとか。まあちょっとそのあたりは若干の不便さはあるんですけども、ただよく使うアプリとかがここの横にもう、あのスマホの一番下にあるやつですね。まあ、これが出たりとか、こういうの便利、非常に便利です。うん、このね、マップがいまいちね、使い、Google マップなんですけど、これ、Google のアイコン出てるんで、いまいちね、使い勝手良くないですよ。というのも、この、ピンチアウトとか、この、なんていうの、この、拡大縮小がね、これ、やり方わかんないんで、できないんですよ。うん。だから、なんか、あんまり使い勝手いいかどうかがわかんないって、あんまり、だから使う気にはならないですね。なので、例えば、ナビをしながら、まあ、運転中ずっとこの YouTube の画面をかけてて、ナビを設定、目的地設定をして走りながらこうやってると。この YouTube の画面をかけてて、ナビを見たいってなった場合、ワンタッチで切り替えできないんですよ。これはホンダ車の今話してますよ。もっと絞り込むと ZR-V の、Z グレードのこのナビの、に限る話。の可能性もありますから、そのあたりはちょっとご自身の車とはまだ変わるかもしれないですけど、はい。で、ワンタッチで切り替えできないんですよ。
なナビの画面を本ちゃんのナビ、この本当のホンダのナビに切り替えて、あ、どこの曲がり角が見たいってなった場合は、こう YouTube をかけてたら一回ホームボタンを押してナビっていう風に2アクションが必要になると。でまた YouTube の画面戻りたかったらホームボタンを押して Apple CarPlay を押すとっていう、まあ2アクションが、まあ慣れたらね全然大したことないと思うんですよこれ。はい、一応まあそういう2アクションが必要ということで、このナビに付随してるものじゃないんで、ちょっとこのこれとのシナジーがちょっと弱いところではあります。で一つね、若干ちょっと問題っていうかあって、音の遅延がねまあまああるんですよ。秒にして1秒ももちろんないですよ。 E1 なんてなったらもうとんでもないんやけど、 0.3 秒とかそれぐらいやと思うんですよ。まあまあな遅延あるんで、 0.3 秒って大したことないと思うかもしれないですけど、まあ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 大事じゃないですか。そういうのって気になるじゃないですか。張り切った、これに関わらず、まあオッドキャストでもそうみたいなんですけど、このホンダのね、ホンダコネクトのナビっていうのがなんかいまいちこういうのと Android Auto のやつとなんか相性が良くないらしくて、トヨタとか他の車やったら遅延とかほとんどないのに、ホンダのナビやったら遅延が起こるっていうことがあるみたいなんです。同じこの ZR-V にこういうオッドキャストとかこういうのつけてる人のレビューとか見てても、遅延はないって言ってる人もいるんですよ。なので遅延なくできる可能性もあるっていうか、もう個体差か相性なのか分かんないですけど、ちょっとこれはね、出品者にあのメーカーに問い合わせてるんですよ。どうしたらいいですかって。で1個回答来たのが、あのその回答のメニューがないんですよ。画面設定の元の車の設定って、元の車の設定っていう項目がないんですよ。だからこれかなって、オリジナルかなと思って、まあとりあえずこれで、ほんで画面解像度っていうのがあるんで、それを数字をなんか2にしてくださいみたいな感じで言われたんですよ。でその解像度っていう画面ところ見てもほらないでしょこれ。あのどこ見てもその解像度の設定がないんですよ。だからこれかなと思って、動画リストかなと思って、でこれもこうなんか数字あるじゃないですか。 UI をユーザーインターフェースを操作中に画面がフリーズするような場合はここをタップし調整バーを表示させ通知を下げてください。その後一度純正のディスプレイオーディオの、ユーザーインターフェースに切り替えてまた戻して効果を試してください。それでもフリーズする場合はフリーズしなくなるまでこの操作を繰り返してくださいって書いてある。これがまあ10、0から10まであるんですよ。数字変えれるんで、これのことかなと、これを2にしてやったんで、2にしたんですよ。ほんで遅延なくなるかもしれん、みたいな。2に変えて、まあ、抜き差しして再起動して、これをね、線を抜き差して再起動したりとかしてやったんですけど、なんかいまいち全然変わらんような気がして。で、いろいろ、もともと8やったんですよ、これ数字。で、いろいろ試して、なんかわかんないですよ、これ。ほんまにわかんないですけど、なんとなくこの4、0から全部試して、なんか4が一番なんか遅延少ないような気がするような気がするみたいな感じやったんで、今とりあえず4にしてます。ただ、遅延は残ってるんで、これまだ出品者に問い合わせてます。で、なんかもともと遅延があったけども、アップデートで遅延がなくなったっていうレビューもあるんですよ。で、けどこれは最新のバージョンみたいなんで、まあそのあたりはね、ちょっとわかんないんで、まあ一応このあたり解決したら、ちょっとまた別途、また改めて本当に使い込んでレビューをしようと思ってるんで、まあその際に、ちょっとこの遅延はどうなったかっていうのを、またその時にお伝えしたいと思います。これ YouTube だけじゃないしに、Unext でも遅延はしてました。はい。はい、ということでね、ちょっと今回これちょっと別撮りで今してるんですけども、この動画を撮ってからちょっと1週間ぐらい今経ってるんです。この遅延に関して出品者とやり取りしてて、だいぶね改善された。動画の時点では 0.3 秒ぐらい遅延はあったんですよ。あのもうすごいこう
不快なぐらい、やっぱ 0.3 秒って言っても、例えば僕格闘技とかねよく見るんですよ、ライジンとか。でそれじゃもうその打撃のその音とか実況の声とかがもう全部もう 0.3 秒と言ってもね、もうなんかぐちゃぐちゃで、なんかすっごいもう見にくいんですよ。けどねそれがねだいぶマシになったんです。 0.3 秒からもう3分の1ぐらい、 0.1 秒、 0.08 秒ぐらいまで、よく見るとなんか遅延してるのはわかるんですよ。けどもうほんま極限まで遅延収まったんで、まあけどここが妥協点かなっていうところまで行ったんでね、それ解決したその方法だけここ差し込んでお伝えします。これね今画面が出品者とのやり取りなんですけども、このファイルをダウンロードして SD カードをマイクロ SD に入れて、ほんで T ボックスに差し込んでくれと、まあそういう指示があったんですよ。その SD カードを T ボックスの差し込んで、まあ、エンジンつけて起動するだけって、ただそれだけの作業です。これをすると何が変わったかというと、これちょっとね、まあ、ナビの画面なんですけども、このここね、これ Apple CarPlay ってなってたんですけども、これがね、なんか Android Auto になんか知らんけど変わりました。見た目上ね。これ以外はちょっと何が変わったかわかんないです。見た目上これだけが変わって、で、YouTube 再生したら明らかに遅延は減ってるんですよ。カーリンキットの T-BOX アンビエントとホンダコネクトのナビ。もっと絞れば ZR-V の Z グレードについてるこの9インチのホンダコネクトのナビ。相性が悪いっていうふうに言われてたけども、遅延はあるって言われてたけども、最小限まで縮めることができるっていうところまで行ったっていうご報告だけさせていただきます。ではちょっと本編に行きます。で、まあ本当にそれだけじゃなしに、まあいろいろこれで、まあもちろんその YouTube ミュージックもあるし、これ自体に SD カードさせるんで、SD カードさせるんで、まあそれに音楽とか動画とか入れてたら、まあそれで見れるし、エンターテインメント系全部これに集約することもできると思います。まあ一応気になる点としては、その遅延がある。エブリワゴンで使ってるサイバーナビとファイアスティックで、車内 Wi-Fi、月額1000円の使い放題の車内 Wi-Fi っていう、その組み合わせに近くするには、ちょっとまだいろいろ試行錯誤が必要かなという感じであります。ということで、本日は、カーリンキットの T-BOX アンビエント、これのレビューでした。初期費用かかりますけど、初期費用とランニングコストも、まあかかりますけども、通信代っていう、はい。ご検討いただいたらどうでしょうか。何か質問等ありましたら、答えれる範囲であれば、全然僕がわかることであればお答えするんで、はい。ぜひよろしくお願いします。ということで、またね、ZR-V での車中泊とか、なんかいろいろ、また動画もこれも上げていくんで、もちろんエブリワゴンも上げていくんで、はい。よろしくお願いします。はい。全然アップしないですけど、登録解除しないようにお願いします。はい。それではまた。